いかがでしたか。すっごい楽しかったです、ね、本当ちょっとだったんだけど、はい、楽しかったですね、はい、お久しぶりにお目にかかれて。そうです、5年ぶりとか。いや、ちょっとお姉さんになった。 ありがとうございます。ますます綺麗にお姉さん。やだ、ありがとうございます本当に本当に あの頃はなんか私たちちょっと私もショートだったし。そうですね、私も短かったので、はい、お綺麗になられて。ありがとうございます。 ますまたご一緒できて本当に本当に嬉しいです。私もありがとうございます、はい、ありがとうございます。私は結構もう普段着からまあ、体を冷やさないは必ずしていて、でロケとかでどうしても薄着になったりするじゃないですか。でもその間に絶対もうなんか防寒グッズをたくさんも現場に持っていて暖を取ったりとか、お風呂に必ず入るっていうことをしてるんですけど、まあ、その対策も踏まえてやっぱ免疫機能の維持が必要だなっていうのを今回やっぱりしっかり知ったので、この免疫ケアを取り入れてやっぱりこう体の内側からこう健康にそして対策していかなきゃなって思いましたね。自分ではちょっと免疫ケアもベテランの域に入ってるんじゃないかと自負しているんですけれども、もうずっともちろん毎日免疫ケアを飲んで、美味しい免疫ケアを飲んでるのはもう当たり前のことなんですね。それからだいたいこれでもう私の内面内側からの免疫ケアっていうのはいけてると自分で思ってるんですまず十分な睡眠、そして、うん、あの栄養の偏りのない食事、それから適度な運動っていうのはもうこれは続けてます。でも外側からだけじゃやっぱりダメだから、これはもう毎日必ず飲んでいて、あとはその撮影中にもこうよくお水飲んだりするのもプラズマ乳酸菌を飲んでます。あ、それは確かにいいかもしれないです、うん、撮影とかもちょっと不規則になったり。そうなんですよ。でまたなんか美味しいからついついそれで、うん、美味しいは大事です、ね、大事です、はい。めちゃめちゃびっくりしましたもう対策してるつもりだったんだなっていうのをすごく感じましたし、その実感はしてますね。これだけじゃ足りないんだろうなっていう。だからこそいつもの対策に加えてこの美味しい免疫ケアっていうのをしっかりなんか必要なんだなっていうのは感じましたね。アリスちゃんも含めて皆さんちょっとあのもしかしたら認識が甘いところがあるかもしれません。はい、体の外側の対策に加えて内側からの対策はもう本当に大切なんですね、うん、周りの方にも日本中も全ての方にこのコマーシャルを見ていただいて、うん、ぜひ私はこれを強く強くお勧めしたいと思っています。もう名前の通り、そうでしょ、美味しい。そうなの、これで免疫ケアできるのっていうぐらい。そうなの、やっぱこう継続って一番大事じゃないですか、うん、何事にも。でもやっぱ美味しくないと続けるのって、この飲むたった1分かもしれない、数十秒かもしれないんですけど、その苦痛って結構一日の中でちょっとバッドな時間になってしまうので、それが全くない、うん、美味しいしプラス免疫のケアにもなるっていうので、やっぱ一日1本はマストですね。もうマストです本当に、うん、必ず取り入れたいなと思いました。あのこうやって広告をさせていただいてるにつれ、あ、なんて頼もしい、そしてなんて大切なものなんだろうっていうことが分かってきて、で自分は本当にこの、 あの広告に携わらせていただいてから本当に毎日飲んでるのね、ちゃんと。でそうするとですね、元気なのよ。あ、それ大事、それ一番大事ですよね。これは私自分で実感していることなので、ぜひさっきもおっしゃったみたいに美味しいから飲み続けられるし、うん、あのこれ1日1本必ず飲んでいただいて、もしかしてちょっと本当に甘くて美味しいのも、あの甘くないのもあるから、うんうんうん、だからそれでいい感じに飲んでいただいて、美味しい免疫ケアで健康を守ることをしていただきたい。これね、発明品なんですよ。あ、そうなんですね。そうなの、健康を守ってくれる発明品なんです。ぜひこれを皆さん知っていただきたいなと思ってます。やっぱこの寒い時期って免疫って言葉をとにかくよく聞くんですけど、でも言うてあんま
ちょっとよく分かってなかったなっていうのが今回すごく実感しましたね。やっぱ免疫が健康を守ってくれるということも知ったので、もうありがとう免疫と、もっともっとケアしたいぞとそんな気持ちになりましたね。健康だったら何でもできますよね。本当、健康、元気があればじゃないですか。健康だったら何でもできるんですよ。だからすごく健康だとこう精神的にもやっぱりこうなんかタフでいられるし、周りの方に本当に支えていただいているお仕事なので、はい、そういう方たちに与える影響力もやっぱり元気なものをこう、ね、そうですね、ばらまけるというか。でもやっぱりお仕事でしょ。私はそうですね、これ今年の冬、もう年末年始とかこれで元気に過ごせると思ったらもう最高です。本当はなんか一緒にどっか遊びに行きたいけどね。あ、いいですね。楽しそう。楽しい、遊びに行くとか言って温泉なんだよね。なんかの、のべーっとしたい。そうですね、ゆったりなんか過ごしたいですね。でも元気だったらなんかちょっとアクティブなこともやってみたいですね。あ、もちろん行きたいですね、うん、でもきっともしかしたらやっぱり一緒にお仕事かもね。そうですね。ちょっとまたご一緒したいなと思います。はい、こちらこそ楽しかったから、はい、すっごい楽しかった。すっごい楽しかった。で、今回もだからすごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。